楽しさ作品ばっかりやって、その時にここで日本画の勉強を絵の勉強を本格的にしたいなって、日本画の作品を見学で見せてもらった時に、高校で学んでた培った知識よりもなんかさらにそれを超えるほどに素敵な作品を描かれるなと思って、私こんな絵描けるの？っていうような素敵な作品が描けるんじゃないかな、崇城大学を目指したいと、本気で目指したいと思いましたね。作品制作ができる時間がたくさん設けれることですね。朝早くからも来ていいし、夜も午後だって何時までいても誰にも咎められないのが本当に気持ちがいいなと。授業の一環として風景画を題材に描いた作品で、その階段に登った友人の姿が少々怖かったというか、その光景に個人的に感動したので、友人をこんなにうずうずしくさせたこの風景画を描こうかなということで、竹の風景画を描くことにしました。絵に関するものを描ける就職先を選びたいなと考えている所存です。本学の美術学科では各学年ごとにアトリエを設けてもらっている上に、先生からの作品制作でのアドバイスがもらえるため、自分の好きなように作品制作ができます。ぜひ本学で一緒に美術を学びましょう。